皆さんこんにちは、エモンです。今日は空から見た駅の画像を見て駅名を答えるクイズを出題します。問題数は全部で15問で、制限時間は各問題15秒です。15秒では短い場合は途中で一時停止をいただいても構いません。なお今回の問題は大阪府内になる JR 線の駅から出題しています。それではクイズスタートです。第1問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは大鳥駅でした。第2問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは花店駅でした。第3問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは日根野駅でした。第4問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは四条縄手駅でした。第5問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは市議の駅でした。第6問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは塚本駅でした。第7問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは長井駅でした。第8問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは八尾駅でした。第9問、航空写真を見て駅名をお答えください。
答えは南吹田駅でした。第10問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは大正駅でした。第11問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは東岸和田駅でした。第12問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは我孫子町駅でした。第13問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは河内岩船駅でした。第14問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは堺市駅でした。第15問、航空写真を見て駅名をお答えください。答えは桜島駅でした。以上、空から見た駅のクイズでした。ご意見などがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルが少しでも参考になりましたら、チャンネル登録・高評価をしていただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。